番号1番浅山美穂です。サッカーを始めたきっかけは、4校上のお姉ちゃんがサッカーをやってたのをついてってそのままサッカー始めました。関西から出たくてっていうところで、監督がお声掛けしてくださったところに行ったのがきっかけです。嬉しかったエピソードは、高校3年生の時にクラブユースで、全国3位取ったことです。いろんな年齢の人がいて、いろんな人がいるんですけど、試合になったら一つの目標に向かってみんな一致団結できるところだと思います。いつも全力で応援してくれる人は、時には自分にとってきついことも言ってくれる、して鼓舞してくれる人です。残りリーグが残っているので全部全勝して、無失点でいけるように頑張りたいと思います。